脱毛する人多いって聞くな。なんならこの間デルさんの弟も脱毛脱毛言ってたわ。ねえ、脇とかさ、その足とか腕とかそんなんはいいけど、マジでそのヒゲだけは脱毛したいって言っとったな。ねえ、脱毛流行ってるよね。あ、ヒゲ脱毛してるんだ。いや、あれってさ、どれぐらいすんの？いや、なんかデルさんね、弟にたかられたんだよな。ヒゲ脱毛したいんだけど。弟好きな子できた。いや、なんかね、毎日剃るのがめんどくさいって言ってた。あと、なんか剃れば剃るほどさ、濃くなってくから、綺麗に剃っても青くなっちゃうみたいな。もうそれが嫌なんだって。最初は弟もファンデーションとかでごまかしてたんだけど、なんかそのファンデ越しにもちょっと青くなるのがわかるから、で、あとは普通に毎日剃るのがめんどくさいから脱毛したいって言ったね。どんだけ青いん。いや、なんかね、デレさんの弟多分毛濃い方なんだよな。マジでかわいそう。え、これなんか男性だったら当たり前なんかな。え、マジデルさんの弟は1日でもう速攻生えてきてるよ。もう1日経ったらもうボーボーみたいな。まあボーボーって言っても言うて短いけど、でももう真っ黒になる。デルさんはね、脱毛してるよ。デルさんはあのデルさんのママが若かりし頃になんか嫌な思い出があったらしくて、だから中学校の頃から脱毛されとる。いや、ヒゲ脱毛じゃなくて、あの全身の方。もうママが昔なんか恋人かなんかといる時にすごい痛い思いをしたから、同じ思いをしてほしくないって言われて全身毛引っこ抜かれたわ。頭頂部から下がツルツルなわけないだろう。頭と眉毛は残ってるわ。デルタや、お前髪が、いや、まだある、まだついてる。これズラじゃないから、マジ本当ズラじゃないよ、本当に信じて。ちょっとずれてます。いや、ずれてねえよ、これこれこれ、デフォ。ズラじゃない人ほどそう言える。いや、でもなんかな、カツラ普通にデルさん持ってるけどね、ウィッグ。イメージチェンジのためにツインテになってますよ。ツインテしてるよ、これかわいいっしょ。なるほど、だからプリンター。痛いとこついてくんね。そうなんだよね、ウィッグのマジ唯一のあの欠点というかね、まあ欠点か、あのつむじでわかるからね、あれ安いものだと。